どうも、ポンです。ミキです。今日はちょっと新しいギアを買ったんで、それを紹介させてください。こちらのストーブです。最初から映りっぱなし映りっぱなし。タセコさんのキャンプ25やつですね、うん、とある YouTuber さんの動画を見ましてマッサンチャンネルさんです。なんか すぐにポチッと押してしまったのが、やっぱりポータブルガスストーブ、ちょっとね、ガスの消費が結構、まあ、大きいの、ガス缶もいっぱい持っていかなくちゃいけなくて、ちょっと迷って、でちょうど灯油を使う他のギアを買ったんだよ、はい、ペトロマックスなんですけど、でペトロマックスのために灯油を持っていくんであれば、結局灯油を持っていくんだから、ガスストーブじゃなくて灯油ストーブでもいいかなと思って、はい、灯油ストーブ買いました、はい、なんかアマゾンでこの5リットルまで入るこれ買って、で今はこれ7リットル入るんですけど、5リットル分灯油入れてもらいます。一番の特徴が、まあ、いろんな動画でも言われてるんで、いいかなと思います。せーの。この両端を掴みながら上げると、まあ、高さが高くなるっていうものになってます。高さが高くなった状態が普通ぐらいのサイズって感じで、まあ、高くなるっていうよりかは低くできるっていう感じですね。うん、点火式をしたいと思います。ここで中の灯油がどれぐらい入ってるかっていうのを見ることができます。左から緊急消火用のバーで火力調整、うん、でこれは点火、うん、すごいシンプルですね。はい、もともと買ったら半身の電池がついてきます。電池の電気使ってスパークで、うん、着火します。で別に電池入れなくてもあれでね、着火マンで普通の灯油ストーブみたいにね、そうそう、着火マンでつけることもできるし、うん、まあ、ちゃんと電池取り替えとかして電池残量があれば、そう、まあ電気でパチッとつけれます。まあ好みですね、これは。ストーブの後ろに多分ここに電池入れるところがあるので、はい、ちょっとありがとう。照明の準備、コントロールダイヤルを時計回りに回して芯を上げてください。はい。点火レバーを右側に押して点火してください。つかない。あ、ついた。ついてました。お、懐かしい匂いする。匂いが。懐かしい、ね、点火してから30分程度で燃焼が安定します。この時長い、部分的に長い炎であったり、炎の状態が大きすぎる場合は燃焼灯を掴んで左右に 2,3 回動かしてあげてください。どうか火が大きすぎたらこれで動かせるんだ。おー、上はすごい。やっぱ対流式なんで、外で使うのはそこまで暖かくないとは聞いてたんですが、やっぱね、横には来ない。横には来ないです。横に来ないです。ファンだね。ファンいるね。パン2つあればいいんじゃない。
とこれを取りまして、こっちじゃない。いいよ。そうそう。はい、というわけでパンを取り付けました。これで回ったら風がこっちに来て暖かくなりますね。よかったね。あ、全然違う。あったかい。やっぱファンのした方がいいっぽいです。10時間使える、連続で使用できる7リットルで。なのでちょっとどっかで火を弱めたりとかしつつ、明日の朝も使いたいなと思います。シェルター、ロッチシェルターで本当は使うように買ったんですよ。まあ薪ストもあるんですけど、ダブルで、まあ手軽に使えるし、まあね、秋口とかはこっちでいいか。うん、なのでシェルターだと完全に密封できるから、まあ、対流式でも空からあったかさが降ってくるみたいな。あ、続いて紹介するのが、まあ、これ関連なんですけど、まあ、これちっちゃくなるけどちょっと持ち運びするときにぶつけたら傷ついたら嫌だなっていうことでこれを買いました。じゃん、パセコのケースを買いました。で、まあ、ここにね、かわいいマークがついてるんですけど、ここにもロゴがついて、めちゃくちゃかわいいですね。ここで持つこともできるんですけど、ここにサイドにこういうふうに取っ手が両方ついてるので、ここで持つこともできます。わー便利。あとはこれ開ける、ここが開くんじゃなくて、さらに、あ、ここ開いてた、ここが開くので結構簡単にしまうことができて、あとはすごいクッションも、しっかりしたクッションが入ってるので、ね、あんまり傷がつきにくいかなという感じです。わー便利、わー便利。あ、これあったらよかったなって思うのは、なんかポケット、例えば電池を、予備の電池入れたい時はポケットにがあった方が中でごちゃごちゃってなんないかなっていう感じがします。まあでも別に。はい、じゃあちょっと開けてきます。じゃん、これ用の箱じゃないのに入れてきたけど、ぴったりすぎて。こちらになります。これがクラウドファンディングで購入したメンカというファイヤーランプ、つけます。見ててください。でテーブルに置くとこんな感じです。燃料はこのバイオエタノール、エコフレンドリーです。でバイオエタノールなんで、ちょっと今外で使ってますけど家の中でも使えました。こんな感じです。あったかい。で初めて外で使う。中にもキャップありました。これ普通に Amazon で1リットル600円とか700円ぐらいだった気がする。
抵抗がある。そうだ。プシュプシュって叩いつきました。ちょっと見えにくいですけど、最初ちょっとねこんな感じで燃えていきます。でガラスをかぶせるとちょっと曇ってる。今でもそう、多分温まれば。こちらになります。回ってるね今日もあ、そう、グリーンファンディングっていうクラウドファンディングのサイトで買いました。多分似たような商品が他にもあると思うんですよ。結構これしっかりしてる方、その中でもしっかりしてる方だと思うんですけど、ちょっと空気を工夫して火を回すみたいなのはちょっと他にも見たことあったんで、こんな感じになります。今日は焚き火もせずにこれでね、そう、すごそう。ちょっと荷物を最小限にするっていう試みをやろうと思ったんで、これ焚き火代わり。でもめっちゃ綺麗なんですよね。ちょっと後で暗いところでもつけますけど、家でね、これつけた時に感動したよね。本当煙が全然ね、透明で煙出ないんで、もちろん家で使っても火災報知器になったりとかもしないし、空気も全然臭くならなかったよ。なんだか匂い全然、ね、気にならないけど、もうあんまり無臭だった。ほんと無臭だった、うん、それよりもこの商品が届いた時に入ってた段ボールの方が臭かったね。あれは結構あの1位2位を争う、ね、今まで届いてきた数々の荷物の中で、そうそうそう、我が家にたどり着いた段ボールで一番臭かった。なんかすごい、なんていうの、波乱万丈な道のりをたどってきた汗と涙の匂いがした、ね、海外から頑張ってね、日本まで届けてくれたんですね。ちなみにこいつ消えるときすごい可愛いんですけど、ね、こんな感じですあ、ちょっと弱まってきた。あ、消えた。消え方かわいい。消え方かわいい。もう僕いなくなるね。シュンって。そう。というわけで、これからも僕は変わった、あ、そんなのもあるんだみたいなキャンプギア買うときが時々あるんで、もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。これ誰かのパクリだな、ね、それではまた。いや一緒や